アーモンドは、バラカサクラ属の落葉鉱木、及びこの果実の種から作るナッツである。古くは扁桃と呼ばれ、その名の通り合ズ桃や梅の金塩種で、梅などに似た果実をつける。その果肉は薄く、食用にならないが、種子の殻を取り除いた種の部分が、生アーモンドとして、食用になる。アーモンドの生った、アメンドウまた、破綻凶とも呼ばれるが、 すももも、破綻凶と呼ばれることがあるので混同が生じる。人間の喉の器官の、返答は型が似ていることから来ている。原産はアジア西南部。現在では南ヨーロッパ、アメリカ合衆国、オーストラリアなどで栽培されており、アメリカ合衆国のカリフォルニア州が最大の産地である。日本では、小豆島や鹿児島県有水町。 山形県朝日町などで栽培されている。収穫時に使用されるツリーシェイカー樹高は約5メートルになる。日本では3の4月にかけて葉のない枝にアンズや桃とよく似た白色、桜色、桃色の花びらの端に小さな切り込みの入った花を桜同様一斉に咲かせる。ただし花柄が非常に長い桜の花と違いアーモンドは 花柄が非常に短く枝に沿うように花をつけるため桜色、桃色の花の品種の場合は一見桃の花のように見える。7から8月に実が熟する。果実が自然に落下することはないので実の収穫の際には木をツリーシェイカーと呼ばれる機械で揺さぶって実を落とす。日本では果実が熟す時期が梅雨時に重なるため 果肉が割れた時点で収穫を行わないと腐敗したり、虫に食われたりする。スイート種とビター種があり、食用にされるのは、スイート種である。スイートアーモンドには100以上の品種があるとされるが、食用とされる主な品種は、ノンパレーユカリフォルニア、カーメル、ミッション、ビュートなどである。脂質を55%含むほか、ビタミン B にも多く含む。 ビターシュは賃貝などの薬用や着工量、アーモンドオイルの原料などとして利用される。ビターシュの苦味はアミグダリンによるもので、一定量を摂取するという害である。アミグダリンは、加水分解されることで猛毒のシアン化水素を発生させる。そのまま塩味をつけて食べるほか、スライスしたり粉末にしたものを、料理や洋菓子の材料にする。種子を水につけてから、 アーモンドミルクを絞って飲料とすることもある。ヨーロッパでは特に中世にアーモンドやアーモンドミルクが料理に多用され様々なレシピを生み出した。イランでは未熟化をホーレッシュという煮込み料理に用いる。日本ではおつまみや栄養強化のスナック菓子として小魚とミックスして販売されていることが多い。アーモンドの種子から絞ったアーモンドオイルは 料理に使われるほか、キャリアオイルとしても用いられる。ビターアーモンドには、生産化合物であるアミグダリンが多く含まれるため、味が苦く、大量に摂取するという毒である。賃貝、賃貸などの薬用、ベンズアルデヒドを多く含むため着工量、ビターアーモンドエッセンス、オイルの原料として用いられる。イタリアのリキュール、アマレットの風味付けにも用いられる。 イタリアなど生花材料とする国もあるが、アメリカ合衆国など、ビターアーモンドの種子の市販を禁じている国もある。実際には、産地、栽培条件、品種などにより変動する。食品の中でもビタミン E が最も多く含まれている。ビタミン E は、活性酸素による体細胞や血管の酸化を防ぐ。 抗酸化作用があり、老化の予防やエイジーズの排出に役立つ。悪玉コレステロールの酸化を抑制し、過酸化脂質の生成を防ぎ、心臓病や糖尿病の予防に役立つ。他に、亜鉛、マグネシウム、カリウム、鉄などを多く含んでいる。また、豊富な不要性食物繊維を含み、腸の働きを活発にして、成長を促す。 有害物質やコレステロールを吸収し抑制する作用がある。脂質の約7割は、一家不法和脂肪酸のオレイン酸で、善玉コレステロールを維持し、悪玉コレステロールを制御し酸化させない働きがある、ポリフェノールを多く含んでいる。その効用は、紀元前から認められており、旧約聖書の中にも記述されている。ヘブライ語で、見張る、目覚めるという動詞を、 サクダや、シャカ、といい、アーモンドは、それと同根で、シェケディームという。現代ヘブライ語では、シャケドという。モーセのアニアロンの杖は、アメンドウの木で作られており、その杖が芽を出し花が咲いて、実を結んだことから、イスラエルの最子族の祖となるレビが選ばれた。そしてそのアメンドウの杖は、契約の箱の前に保存するようにと、 旧約聖書民数記17章3節から10節に記述されている。なお、同じ民数記を経典に含むユダヤ教やイスラム教でも知られている。ありがとうございます。